、いよいよリンゴルフフューチャーズトーナメントデイ2です。今日もピート大ということで始まります。2日目デイ2です。14番短いパイパーパー5です。うん、よいしょ。うん、よいしょ。よいしょ。さあ、14番ホール、パー5、短いパー5です。笹原選手、2打目。うん、よいしょ。フェアウェイ左にナイスショットです。同じく第2打です。3メートルはバーディーが欲しいところ。ちょっと右ですが、バンカーまで入ってないといい感じです。うん、よいしょ。フェアウェイど真ん中、まっすぐ。第3打目、残り100ヤード。ちょうど手前のマウンドの真ん中あたりが、に、ピンの先が見えています。ピンに向かって飛んでいってますが、距離はどうか。さあ、和田選手、77ヤードビタッとつけてバーディーで取り戻したいところです。ピンに向かって飛んでいます。ナイスショー。翔花選手、54ヤードベタピンバーディーなるか。軽く打って、お、ベタピンバーディーっぽいです。ナイスショー。さあ、佐藤原選手、ちょうど竿一か、竿一バーディーなるか。ナイスパン。さあ、フリア翔子選手、さあ、1バーディーになるか。引っ掛けたのか切れたのか。スミレ選手、このバーディーは絶対に欲しいところです。絶対に入れたいところです。入るか。3人とも切れるラインを読み切れませんでした。ちょっと右に出た。右ラフか。これもちょっと右気味に出ました。右ラフかギリギリフェアウェイか。うん、よいしょ。ど真ん中。さあ、第2打、パー124ヤード注意上り。これは筋いってる。おー、ナイスショー。約100ヤードの打ち上げバンカーショットです。さあ、クリーンに当てて寄せることができるか。
クリーンに当たった。綺麗に当たりました。ピンの左、オンはしましたが、ちょっと遠いです。100ヤード。ピン右、ショートか。短いサービスパー4。皆さんバーディーチャンスにつけています。和田選手から約3メートル。打ち切れませんでした。ナイスパー。ナイスバーディー。フックラインを読み切れませんでした。ナイスパー。16番パー5です。ナイスショー。ガッツリラインだね。アグレッシブラインだよ。よいしょ。よいしょ。フェアウェイど真ん中です。よいしょ。上を狙ったが、上まで届いた？多分。うん。ナイスショット。で、これはジョーダンフェアウェイの真ん中です。ナイスショット。うん、いい感じ。おお、いい感じ。ナイスショット。第3打目、83ヤード、打ち下ろし。うん、ナイスショット。さあ、70ヤード、今日、菫選手、ベタピンバーディーなるか。うん、ピンに向かってまっすぐ、行け。ナイスショット。16番パー5、グリーン上に来ております。3人ともバーディーチャンスにつけております。まずは古谷翔太選手、差を1バーディーなるか。ナイス、ナイスバーディー。翔太選手と反対側のラインですが、曲がりは翔太選手のパターを見て読めるのではないかと思います。逆に下りのラインになります。笹原由美選手、差を1バーディーなるか。読み切れませんでした。さあ、和田選手、1メートル。ここは絶対出ていきたいところ。ナイスバーディー。ナイスバーディー。17番ペニンシュラグリーンのパー3にやってまいりました。若干フォローの150キロ。お、筋ってる。おー、ナイスショー。近い、ワンピンぐらい。ピンの左に飛んでます。おー、ナイスオン。
お、ナイスフレンドリーバウンド。右に跳ねたよ。そうやって言うんですね。もうこれもピンの左に向かって距離は、おー、ナイスオン、乗った。ちょっとショートだけど、さすが上位3人、難しいペニシュラグリーン、それもえぐいピンポジ、皆さんほとんどワンオンバーディーパットです。さあ原由美選手はパターを使わずに転がしてねじ込むようです。ねじ込めるか。わお、わお、ナイスバーディー。パターを持ってないのはびっくりしたけど、ナイスバーディー。さあ和田澄選手、笹原選手のラインを見ていたと思います。下りのフック、さあ届くか。あ、スライスしました。あ、ナイスパーです。さあ翔太選手、後半3つ目のバーディーが取れるか。前半の3オーバーを戻せるか。うん、ナイスバーディー。取り戻すね。よかった。マジ1個残ってるけど、うん、さあ後半3バーディーと調子を上げてきてる翔太選手、イーブンに戻すことができるか。うん、ナイスショー。うん、ナイスショー。うん、ナイスショー。フェアウェイの真ん中にアグレッシブなラインでした。18番パー4、残り180ヤード、少々つま先上がりのフライです。おー、筋いってるよ。はい、おー、ナイスショー。距離がちょっと分かんないけど、ありがとうございます。やばいね今の。翔太選手、同じような距離が残っていますが、このグラスバンカーの中で高い顎があり、残り176、7ヤード。さあこの顎を越えるためにはどのクラブを使わなくてはいけないのか。どうやらユーティリティを持っています。右に出ました。右バンカーでしょうか。トラブルです。さあ和田選手、翔太選手、約、20ヤード弱の打ち上げのバンカーショットになります。かなり難しいタッチ。どうか、ちょっとオーバーしてしまいました。4メートルオーバー。さあ翔太選手、目いっぱいクラブを開いています。ピンチをしのぐことができるか。おお、ナイスショー。さあ笹原選手、唯一の2オン、距離はありますが、この難しいバーディーパットを沈めてアンダーで終わることができるか。打
てない。かなり下りに見えたのでしょうか、打ち切れませんでした。1メートル50センチ登ってしまいました。和田選手約4メートル、ライン的には笹原選手のラインと全く同じようなラインです。下りを打ち切れるか。惜しい、約1メートルオーバー。さあ翔華選手サンディーセーブなるか、大事なパットです。今日はワンオーバー、にとどまることができるでしょうか。スライスが読めませんでした。さあ笹原選手これを入れてイーブンパーで締めることができるか。約1メートル50センチ、下り5、60% というところでしょうか。スリーパットとしてしまいました。残念ボギー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のスコアは76ストロークで、昨日と合わせたら平均2日間で6ストロークでした。昨日に比べて今日出ちゃったんですけど、自分の調子的に今そんなにスコアは出ないかなと思ったんですけど、もうちょっとバーディー欲しいので、明日明後日巻き返せるように攻めて、バーディーをたくさん取れるように頑張りたいと思います。ちょっと惜しいバーディーパットが何個もあったよね。はい、ありました。パターの調子は昨日に比べたらちょっと入ってきてるのかなと思うんですけど、まあ、まだ調整が必要だと思うので、ちょっと最後のダボが惜しかったね。はい、ということで、じゃあ明日明後日爆発するように頑張ってください。頑張ります。はい、今日はお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。今日は74でした。なんかすごいデコボコなスコアで、1日ちょっと疲れて大変だったんですけど、まあ、あと2日あるので一生懸命頑張ってかなっていうふうに進めたいと思います。はい、明日から2日トーナメントコース、はい、より難しくなりますけども頑張ってください。はい、はい、お疲れ様でした。今日のトーナメントリーダーというか今日だけのトーナメントリーダー今日トップですね。はい、はい、スコアお願いします。今日は、2バーディー3ボギーで1オーバーでした。昨日はあまり良くなかったので、昨日のラウンドを経て今日はこういうプレーができたらいいなって思ってたプレーを、まあ、そのままできたので、まあまあ良かったかなと思います。でまた明日からはトーナメントコースに変わって2日間あるので、また新たな気持ちで一打一打頑張りたいと思います。爆発しないと頑張ります。はい、ガンガンピンを狙っていってください。わかりました。はい、じゃあまたお疲れ様でした。明日よろしくお願いします。